少し歩こう、肩を抱き消えゆく夢を数え、枯れてく仲間を見た、通い慣れた道に迷い込むこの頃、完成したぞ、勇気。兄様、勇気ってやつ本当にそんなに強いのかい？やつを侮るな、木馬。ゲームになれば勇気は別人のように強い。ふーん、兄様がそこまで言うなら本物だ。今度こそ勇気を叩きのめす。この俺のカイバランドでな。完成！究極ゲームランド。今日はまた転校生を紹介する。バクラ亮です、よろしく。あの人、嘘、どうして？あの、私、ドミノ高校の野坂美穂って言うんですけど。バクラ亮くんか。ねえ、学校の中案内してあげようか。私が連れてった。あんなのがいいのかね、変な髪型して。お前が言うか。お、あの、この前はどうも。私です、ほら。ガーン、ミホちゃん、一体いつの間にこんなやつと。ごめん、どこかで会った？ガーン、覚えてないの？ずるい、ミホ。抜け駆けはなしよ。違うのよ、そんなんじゃなくて。じゃあ何なのよ。だからね、ユーギ君。え？君のそのペンダント、面白い形してるね。千年パズルって言うんだ。エジプトのお墓で見つかったものなんだよ。ちょっと触っていいかな？似ている、僕の。どうしたの？いや、なんでもない、大丈夫。へえ、ユーギ君の家ってゲーム屋さんなんだ。バクラ君はゲーム好き？うん、大好きだよ、特にボードゲームがね。へえ、本格的なんだ。じゃあお近づきを祝ってゲームをしに行かない？ゲームってどこへ？ゲーセンよ、駅の向こう側に新しくオープンしたでしょ。ああ、そういえば私まだ行ったことないのよね。ね、行こうよバクラ君。ね、うん、いいよ。じゃあ決まりね。ミホちゃん、あんなやつのどこがいいのか。ま、いいじゃねえか。バクラって別に悪いやつじゃなさそうだし、いい友達になれそうだ。何やる？どれにすっかな。あ、どうしたの？やっぱりここもか。え？ほれ、ランキング上位のやつは名前が登録できるだろ。こいつ、ほら、K.A.I. ってやつ。会？ここだけじゃない、パズルゲーム、格闘ゲーム、
どれを取ろうと1位は甲斐ってやつの独占だ。へえ、そんなすごい人がいるんだ。ここのゲームは全国のゲーセンとオンラインでつながってる。つまりこの甲斐って野郎は日本中であらゆるゲームのトップに君臨するゲーマーってことだ。一体どんな人なのかな。なーに二人で盛り上がってんのよ。バクラ君を歓迎するために来たんでしょ。あ、そうだね。ごめん。リーチ。あ、もう本田君も。え、いや。とにかくだ。バクラも一緒にこの甲斐ってやつの記録を塗り替えようぜ。無理に決まってんじゃんな。バカだな。なんだ。あんたに海馬くんの記録破るなんてできやしないよ。なんだどこの。ちょっと今海馬って言った。ああ、俺たちのヒーローさ。海って海馬くんだったんだ。海馬、あいつかよ。海馬くん、デュエルモンスターズだけじゃなくていろんなゲームのエキスパートだったんだ。何にも知らないんだな。それは海馬様、お兄さんの方だろ。確かに海馬様も強いけど、ハイスコアを記録してるのは弟の木馬くんの方だよ。木馬？海馬の野郎に弟がいたのか。兄弟二人であらゆるゲームぶっちぎりさ。じゃあね、せいぜい記録に挑戦してな、永遠にさ。こんな海馬くんがあれっきり学校に来てないけど。うわぁ、バクラくんうまい。すごい、今度はミホにあれ取って。ミホちゃん、この俺に任せてくれ。俺たちもなんかやるか、ユギ。うん、あ、これがいい。格闘ゲーム使うキャラクターはドラゴンワンダ、カンフーの達人。へえ、映画そのまんまだな。そう、アクションスタードラゴンワンがそのまんまゲームに登場さ。僕もドラゴンワンの大ファンなんだ。よーし、一丁対戦するか。うおー、本田くん下手ね。面目ない。あー、なんだ弱いのね、城のチーク。うっせえ、実戦なら負けねえんだけどよ。ミホ、こういうの案外好き。じゃあやってみる。今度こそ負けねえぜ。勝っちゃった。ああ、なんだかね。ねえ、今度はあれ。頑張ってね、バクラ君。負けん。スタート。ああ、置いてかれた。なんだこいつ、誰の車だ。下手くそ下手くそ、庭園でなってないぜ。この声、ゲームの中から。そんなんじゃ僕のハイスコアに全然届かないぜ。ハイスコア、まさかこいつ。もっと面白いゲームに招待してやるよ。何よこれ。カイバーコーポレーション。今度こそ貴様と決着をつけてやる。はあ、海馬くん。海馬、こら、いきなりこりゃ何の真似だ。招待状だ、ユギ。お前に海馬ランドへ来てもらう。海馬ランド。何偉そうに言ってるのよ。ユギと勝負したいならあんたの方から来なさいよ。お前は来るしかないのさ、ユギ。おい、木馬。木馬、やっぱりあいつが海馬の弟か。どう見ても小学生だよ。あの子がハイスコアを全部塗り替えたの。ほら、遊戯、これを見な。じいちゃん、だからじじいだぜ。まったく、ゲームを餌にしたらどこの子海馬ランドに来ちゃうんだぜ。じじいを返してほしいのならお前は俺と勝負するしかない。もっともお前が俺のところに勝ち上がるまでも様々なゲームを用意している。途中で負ければ即刻リタイアだ。ジジイもろとも悲惨な罰ゲームを受けてもらう。罰ゲーム罰ゲーム。じいちゃんは関係ないよ。どうしてこんなことするの、海馬くん。
お前から受けた数々の屈辱、忘れたとは言わさんぞ。自信がないならそいつらに援軍でも頼むがいい。負ければ一緒に罰ゲームだがな。負けたらてめえらも罰ゲームを受けるんだろうな。万が一にもそんなことはありえない。お前が勝ったら賞品でも出してやろう。兄様が出るまでもない。僕にだって勝てるもんか。明朝8時カイバランドで待ってるぞ。どうして。じゃあ任せておけ。大丈夫？マクラ君。じいちゃん、どうしてカイバ君があんなこと。ユギ、カイバ君、なんで僕のことをあんなに恨んでるんだろう。ひょっとして最近僕の記憶が途切れることと何か関係があるのかな。そうか、ユギは。とにかくゲームでカイバに勝てばいいんだろ。勝ってじいさんを取り戻して賞品までいただいちまおうぜ。カイバ君はすっごく実力あるもん。簡単に勝てるわけないじゃない。やる前から何ビビってんだよ。だって負けたらじいちゃんがひどい目に遭わされちゃうんだよ。言って勝たなきゃじいさんはそのままだぜ。心配なのはわかるがな、大丈夫、俺も一緒に行ってやるぜ。ダメだよ。あの、ジョノチ君ゲーム弱いから。ユウギ、てめえ！やめなよ、ジョノチ。ユウギだって動揺してるのよ。そうだろうな。でなきゃ、張り飛ばしてるよ。大丈夫よ、ユウギ。あんたは、本当は…だけど、遊戯自身はこのことを知らない。言ってあげた方がいいの。僕にもドラゴンワンみたいな力があればいいの。でも僕は僕でしかないよね。特別な力なんてないもん。遊戯、あんたはうじうじ考えてんじゃねえ。言って勝つしかねえだろ。城之内、少し一人にしといてあげようよ。気持ちが落ち着くまでさ。飲み物でも買ってくるか。ユギ、お前は何がいい？いらないよ。お前、コーラ好きだったよな。そこで待ってろよ。勝負の相手してくれよ。あの、だけど。早くしろよ。こいつもドラゴンワンだ。100万年早い。心配はわかるけどよ、今からビビってどうすんだよ。カイバ君に一人で立ち向かうプレッシャーは当然よ。だから俺が行くって言ったろ。遊戯は私たちに迷惑をかけたくないのよ。負けた時の罰ゲームがあるでしょ。それが水癖ってんだよ。遊戯はそういう子だけど、私は信じてる遊戯の力を。勝った。またチャレンジ。カイバ君は一体どんなゲームを用意してるのかな。僕はカイバ君に。
でもカイバ君はこんなに簡単に勝てる相手じゃない。おい小僧、ドラゴンアーチャー。ガキが、たかがゲームに勝ったからって調子こいてんじゃねえぞ。本当のファイトってやつを教えてやるぜ。アーチャー、こい、たか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 さっきの勝ち残った顔はどうした？もう一度笑ってみせろ、こら！僕は、そんなつもりは…お、面白いペンダントじゃねえか。リアルファイトの授業料としてこいつはもらっていくぜ。ダメ！返して！うるせえよ！あちゃん！リアルファイトはストレス解消に最高だぜ！ユギ！どうしたの、ユギ？パズル、僕の千年パズルが。なんだと？心配すんな。俺が取り戻してきてやる。ダメだよ。そのうちか、あの人すごく強いから。うっせえ！これに任せろ。なかなか凝った作りじゃないか、このペンダント。気に入ったぜ。待ちやがれ。てめえ、よくも俺のダチを。ほう、俺に挑戦しようってのか。てめえをぶっ飛ばしてそのペンダントを返してもらうぜ。ほう、今度は多少骨がありそうだな。そういうことならただの勝負じゃつまらねえ。俺のゲームに付き合ってもらうぜ。ゲームだと？ルールは簡単だ。相手を落としたら勝ち。ただしこの排水管の外に逃げても負けだぜ。ご親切な解説だぜ。待ってな、すぐに叩き落としてやるからよ。一つ教えといてやるが、俺はドラゴンワンのようにカンフーを身につけている。こんな場所でもなんてことはないぜ。じゃあ遠慮なくやらせてもらうぜ。てめえみたいな偽ドラゴンを落とすのに拳はいらねえな。この野郎。あっ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 。ほらほら、どうした、偽物さんよ。そ、調子に乗るな。てめえ、捨てのゲームとは言ってないぜ。もう後がないぞ。とどめを刺してやるぜ。あちゃ。ダチへの土産がダメになっちまったぜ。こら、てめえには全然似合わねえよ、偽ドラゴンさんよ。くそ、ただじゃ済まさ。うるせえな。風邪ひくなよ。城之内くん、明日は俺も連れて行けよな。だけど罰ゲームなんか怖くねえよ。ダチだろ俺たち。ありがとう。ところであんた、ゲーム弱いのどうすんの？うるせえ！そんなのなんとかなら。今晩中に読み切ってやる。明日は任せろ、ユユギ。大丈夫よ、ユギ。あんたは本当は強い人なんだから。もっと自信を持っていいのよ。遊戯の好物はこれでよしと。本田は鳥の唐揚げで、美穂は納豆よね。城之内の好物はなんだっけ。まあいっか。くしん、バクラ君体弱いのかな。それに遊戯君、明日大丈夫かな。要は気合と平常心。
それさえあれば必ずカじいちゃん、千年パズルが僕に友達をくれたんだよね。そしてこのパズルは僕に力をくれたんだ。明日はきっと助けるよ。僕の友達と一緒に。僕はどうしたって言うんだ。ユギ君のペンダントに触った時からおかしい。僕のによく似たあのペンダントに。あの痛みはこのリングのせいなのか。だけどどうして。ゆうべはちゃんと眠ったか。うん。ゾウノチ君は？俺バッチリだぜもうビビってなんかいないようだな。当然一人じゃないしね。おう、その息だ。じいさん助けて、カイバをへこましてやろうぜ。うん。おはよう。アンズ？今日は頑張ろうね、ユウギ。頑張ろうねって、アンズまさか。応援に来たわよ。でも助けがいるならいつでも言って。だけど。ダチでしょ。うん。ま、俺がいればそれで十分だけどな。えい、待った待った。なんだお前。男本田ヒロとここに参上。期待してくれ、ユギ。お前まで来んのか。美化委員として海馬の汚いやり方を見過ごすわけにはいかんだろう。みんな頑張ってね。みほちゃん。デスティ最初の関門はレーザーガンでのシューティングバトル。プロの傭兵が襲ってくるんだ。たとえそれをクリアしても、今度は命がけの謎解きが僕たちを待ち受けている。まさに絶体絶命、大ピンチの連続。さらに魔のアトラクション、そして木馬とのカップマンバトル。次回、破れ限界シューティング。じいちゃん必ず助けるからね。